トビズ。今回お伝えするのはシーテックです最新技術の見本市シーテックが4日間にわたって幕張メッセで開催されましたリアルでの開催は3年ぶりでした まあ私も現地に行ってきたんですけれども、面白い技術、興味深い展示がたくさんありましたので、それをですね、一挙にご紹介したいと思います。では、まあ、この1つ目の超電動モーターについては、少し話が長くなるということで、これ、別動画にしてあります。もうすでに配信していまして、概要欄にリンク貼ってありますので、ぜひご覧ください。で、2つ目以降については、この動画で一気に紹介していきたいと思います。では、まいりましょう。超電動モーターに続いて、東芝のブースに展示されていた、もう1つの世界レベルの技術です。 東芝は10日型の亜酸カドを使った太陽電池として発電効率9.5%を実現し世界最高を更新したと発表しましたこちらの絵をご覧ください、まあ、要はの太陽電池を2枚重ねた2階建て構造にしてですね短い波長の光から長い波長の光まで太陽光を活用し尽くそうというコンセプトの太陽電池ですで、まあ、今回世界記録を更新したのは2階部分の太陽電池でして、まあ、波長の短い光を使って9.5%の効率で発電します そして1階部分には、まあ、一般的なシリコン製の太陽電池を使って長い波長の光を受け止めて発電するということでトータルとして発電効率28.5%という極めて高い発電効率が見込めるということです透過型の水質を太陽電池を実現できたら東芝だけになっておりましてあの精膜条件を整えることであの実現しております、はい、なぜ他社はできないんですかえとそちらの条件をとあの東京でいろいろ抑えているというのがありますね。はい<ー> 太陽電池を2階建てにするっていうことはです、ね、当然2階部分、透明にする必要がありますよね。で亜酸化銅の膜というのは普通は透明ではないんですけれども、静膜プロセスの温度とか酸素ガスの流量などでさまざまな条件を一つ一つ調整していった結果、透明化する条件をこれ見いだしたということなんですね。でまあ、この亜酸化銅の太陽電池というのは効率のアップが非常に順調だというのが特徴です。 えー、19年1月発表時点の発電効率は4.4%だったのが去年12月時点では8.4%にそして今年9月には9.5%にまで、まあ、どんどん性能が向上しているということなんですね、まあ、ちなみに理論効率というのは19%ということでこれまだまだ伸びる余地がありそうというところですねで、まあそんな亜酸ド働の太陽電池を東芝は EV 電気自動車に搭載することを狙っています 現状の発電効率でも、亜酸稼働とシリコンの太陽電池を重ねることで、1日の航続距離にしておよそ37キロメートル分のエネルギーが得られるとしています。まあ、これ、近距離ユーザーならもう無充電で走れるレベルですし、長距離ユーザーにとっても充電回数を減らせるという、まあ、利便性が向上するという大きなメリットが得られるとしています。 でこの亜酸カドはです、ね、非常に硬くてです、ね、耐久性が高いというのも特徴でそして原材料費が安く低コストでの製造も期待できるということで、まあ、高級車だけではなく一般の EV にも搭載できるようなものにしていきたいというふうに語っていましたであのちなみに太陽電池の効率について、まあ、ネットで検索すると今回の2階建てで28.5%という値よりも上回る、まあ、30何というような報告がヒットするかと思うんですけれども、まあ、そうした太陽電池ですね、まあ、寿命が 1>, 1年とか短かったりですね、まあ、コストが100倍ぐらいいったりという形でですね実現可能性に疑問符が付くようなものがほとんどなんですけれども、まあ、今回の10日型アサン稼働のタイプというのはですね効率寿命低コスト、まあ、これを両立するのではないかというふうに期待されていますで今後の一番の課題というのはセルの大型化です、まあアサンの膜をですね 均一にしたまま大型化できるかそしてそれを量産化する技術の開発となってくるということですねまあ、先ほどお伝えしたようにですね透明な膜を作るにはまあ様々な条件をこう精一に調整していく特殊技術が必要ということでまあ、それをどうやって量産化していくのかというのが壁となっているのが現状だとしていますで太陽光関連でお次の技術です効率2倍室内光発電ということですが、えー、シャープのブースで一際注目を集めていたのは LCLH という発電デバイスです この、一般的な照明の LED であったり、まあ、蛍光体とか、そういった可視光の光を効率よく電気に変換するっていう、あの、ま、従来のものに比べて約2倍の発電効率を達成できている。 まあこの室内の照明で発電するデバイスっていうのは、例えば電卓にも搭載されていますけれども、まあ、そうした屋内用途で使われる太陽電池というのは、一般にはアモルファスシリコン製のものでして、効率は10%程度です。まあ、一方、シャープは色素増感太陽電池というタイプの発電デバイスを開発し、効率は2倍の20%に到達するということなんです。でも、これによってですね、いろんなデバイスが電池不要になるだろうと、シャープは見ています。 まあ、例えばこうした電子棚札や、まあ、ビーコンと呼ばれる位置情報を特定するためのデバイスだったり、まあ、そしてリモコンなどですね、まあ、あんまり大きな電力を必要としない機器から、まあ、これまで使い捨てされていた電池を取っ払うことができるようになるかもしれませんでこの色素増換というタイプの太陽電池なんですが効率が実用レベルの20%にまで高まってきたということですがあと気になるのは当然、コストそして耐久性ですよね。 でまずコストについてこれについてはですね間違いなく安くなるだろうというふうに言われていますえ色素増換対応電池を作る工程には真空プロセスや高温プロセスといった大掛かりな設備を必要としないため、まあ、プロセスコストを大幅に低減させることができるというふうに言われていますで、まあ、一方の耐久性これはどうかというと、まあ、これが一番の課題だったんですけれどもシャープによりますとお得意の液晶技術によって耐久性を大幅に高めることに成功したということなんです あの液晶ディスプレイの、まあ、プロセスだったり装置ですね、量産するための装置をそのまま使って、この色素増加対応電池が作れるんじゃないかというところに気づきまして、今回、のプロセスを開発、まあ、したという。これ、どういうことか、ちょっと細かい話になるんですが、こちらご覧ください、え色素増加対応電池の構造を表した図になります。色素増加対応電池は 電解液という液体の中にある色素に、まあ、光が当たることで電子が放出されてそれを取り込むことで発電するっていうまあ原理なんですがここで注目なのは電解液という液体が中に入っているということですあのこの図では電解質と書かれていますがそれが液体上のま電解液という形で中に入っているんですねあの一般的な太陽電池ですね、まあ、シリコン製のものとか先ほどの東芝の亜酸化銅のタイプっていうのはですね化学反応を伴わず光のエネルギーを直接こう電力に変えている という、まあ、そういう原理で発電しているんですけれども、色素増加の方は酸化還元反応という化学反応を伴っているんですね。まあ、なので、イオンが移動する通路っていうのが必要になってくるということで、イオンをスイスイと通す電解液という液体が必要になってくるんですね。まあ、この図で i と i 3というのが書かれていて、これがまあ行ったり来たりしているような図になっているんですが、これがまあイオンですね。それを通す電解液というのがどうしても必要になってくる。 でところが、ですねこの液体が漏れ出して動作不良を起こすというのがですね耐久性を低下させる、まあ、こう大きな原因になってきたそうなんですね、まあ、そんな中ですねガラス基板の間に液体の層を挟み込むというこの構造が、まあ、液晶ディスプレイと非常によく似ていたということで液晶の技術を活用したところ液体が漏れ出さない長、まあ、寿命の太陽電池を作れたということなんですね、まあ、そしてですねこれまで実際に液晶ディスプレイを作ってきた工場その設備をそのまま活用して太陽電池を作る ことによって、た、ま、だ、あ、でさえ低コストな特徴があったわけなんですが、さらにコストを抑えられるだろうというふうにしています。シャープは2023年度からですね、実際に液晶工場を活用して生産していくということです。まあ、この室内光による発電というのはですね、まあ、あの屋根に搭載する普通の太陽光パネルに比べてもどうしても地味な感じはするんですけれども、まあ、意外とですね、私たちの身の回りのものをですね、変えていくポテンシャルはあるんじゃないでしょうか。では、まあ、お次の技術は、 ありえない 5G 反射板です。こちらは透明リフレクターフェンスというもので、5G の電波を反射する機能を持ったえっとフェンス形状の製品となります。<ー>で、ガラスではなくてえっと<う>エジシの樹脂を使っております。 5G というのはですね高速、大容量がメリットとなる通信システムなんですけれども、障害物に弱いというまあ弱点がありますね。電波を含む波というのは、ですね一般に障害物に回り込むように進む、解説という現象が起きるんですけれども、5G は周波数が高い電波のため、解説という現象が起きづらいんですね。まあ、なので、障害物の真裏だとこう電波が届かないというようなことが起こるために、一般に反射板を経由して、電波を真裏にまあ届かせるというようなことをするんですね。でまあ、この反射板 というのは一般的にアルミなどの金属が使われる中でこちらは透明なのに電波を損失することなくほぼ全て反射してくれるという優れものなんですねえそして AGC はですねこれ2種類の反射板を用意してるんですが面白いのはこの右側ですこれなんと入射角と反射角が異なるんですね、まあ、例えば30度の角度で入ってきた波っていうのは30度の角度で跳ね返るっていうのはもうこれはもう当たり前の事実でして、まあ、高校物理で学ぶホイヘンスの原理 というもので説明ができる、まあ、自然の設理なんですけれども今回の反射板は普通ではありえない方向に反射をしてくれるというのが特徴ということですね AGC は例えば工場の中ですね、まあ、あらゆる機器やロボットを 5G でつなぐことで自動化を極めたスマートファクトリーとかっていう言葉ありますけれども、まあ、そうした工場でこれら2種類の反射板を適切に配置することで隅々にまで 5G の電波を届けることができるとしています でこの入射角とは違う角度に反射するなどですね自然界ではありえない振る舞いを示す人工物質のことをメタマテリアルと呼びまして日本語では超越物質と呼んだりもしますでこのですね反射板の中に埋め込まれているこちらのパターン模様のサイズや形状によって自由な反射角というのを実現しているということです でこのメタマテリアルという技術は2000年くらいから登場してきたですね比較的新しい概念で、まあ、ホットな研究テーマになっています,でです、ね、このメタマテリアルの技術を使うことによって人類の夢の一つである透明マンとか作れるんじゃないかとも言われているんですね、まあ、つまりですねこの人物がメタマテリアルを のマントをですか、ね、ぶればですね後ろからやってきた光をですねうまいことこう曲げて、迂回させていって元に戻すというようなことが可能になるんじゃないか、まあ、そうすると後ろの景色がまあ透けて見えるということなので透明マントというのは実現するんじゃないかというふうにも言われているんですねいずれにしてもですねこのメタマテリアルという技術はいろんな分野への応用が期待できるということで今後も注目の技術ですねはいで次に私が取材に向かったのはえび天下校店屋です 位置情報システムというのを提供しておりまして世界を57兆個の3メートル四方に区画しておりますでそれぞれの3メートル四方の区画にランダムな三単語を割り当ててそれを住所として割り当ててますちなみに、はい、ここってどういう住所なんですかはいありがとうございますこちらの住所がですねこちらの海老天下校店屋という三単語の住所になりますここですか、はい、今我々が海老天下校店屋という住所、はい、住所になります ま,あまだ全くピンとこないという方がほとんどだと思いますので、これ実際サービスをちょっと使ってみたいと思います。まあ、こちらは What3Wars というサービスでして、まあ、例えば、じゃあですね、まあ、テレビ東京が入居している六本木グランドタワーというビルをちょっと見てみましょうかねということで、あ、ありましたね。で、どんどん拡大していくと、あ、こんな感じでメッシュが見えますよね。正方形のメッシュが見えると思います。あ、で、ここがまさに、 車寄せなので、ここをポチッとすると、はい、なんか出てきましたね、上司、着回し、真夏、はいまあ、ここがですねテレビ東京が入居する六本木グランドタワーの車寄せの住所となります。といった感じで、もすべて地球上のあらゆる場所をですね 3×3 の正方形のメッシュに区切って、そこに住所を割り当てると。 でその住所というのはただの数字の羅列ではなく、こうやってですね3つの単語の組み合わせによって表現をしているというのが特徴なんですね。でもちろん、ですねこの視聴者さんのお家もすでに3単語の住所が割り当てられていまして、まあ、もっと言えば、ですねあなたの住所のリビングとかトイレとかキッチンとかにも細かく住所が割り当てられています。すでに割り当てられています。であのちなみに、ですねあのコメント欄などでですね、 俺の住所調べてみたら、小豚、狸、狐だったんだけど、はははみたいな書き込みをすると、ピンポイントで住所がばれますので、やめてください。でこの WAT3Words というサービスは、ですね、イギリスのスタートアップが提供するサービスなんですが、まあ、母国のイギリスを含む欧米では、まあ、なかなか活用が広がっているようでして、例えば、配車アプリや物流サービスなどで活用されていまして、まあ、ピンポイントでここに届けてくださいと。 例えば、広い公園のこの辺で宴会やってるんで、お酒届けてみたいなことをですね伝えるの、なかなか難しいわけなんですが、3単語を使ってピンポイントで届けてくれる。そういった使い方になるということなんですね。そのまあピンポイントの位置共有というのは、ですねまあ別にこういったサービス使わなくても、スマホでですね現在地を共有するみたいな機能ありますから、それをチャットで送ればまあ済む話なんでね、別にこれを絶対使わなきゃいけないということではないんですけれども、例えばそれをですね電話とか会話とかで伝えることって、かなり難しいですよね。 まあ例えばです、ね、急に具合が悪くなって、まあ、救急車を呼ぼうとなったときにです、ね、電話でピンポイントの位置情報を伝えるというのはなかなか難しいわけなんですが、まあ、そんなときにこの3つの単語を伝えればです、ね、居場所を細かく簡単に伝えられることができるとで、まあ、実際、イギリスやカナダ、アメリカでは救急車消防車などのです、ね、救命サービスで既に活用されているということなんですね、まあ、この新時代の住所サービスというのが今後、日本でも徐々に普及していくかもしれませんお次はこちら VR プラス EMS 筋トレですじゃこの辺がちょっとうわー何これ何これあすごいっすねこれうわーで、まあ、昨今のこういった技術展の目玉といえばやっぱり VR とかメタバースですよね、まあ、ただこうした展示は散々テレビのニュースでやってますんで、まあ、あえてこのコーナーでやる必要ないかなと思っていたんですが、まあ、これちょっと気になったので体験しちゃいましたでこれ何かというと、まあ、エンターテインメント筋トレですね まあ腕に EMS という微量な電気によって筋肉を刺激するアームバンドを取り付けます、まあ、そして VR ゴーグルを装着しますでこれによってですねゲーム感覚で筋トレができるといったものなんですね EMS で筋トレというのは昔からありますよね、まあ、やったことないという人も CM とかで見たことあると思います、まあ、腹筋がプクプクプクと動くやつですねで、まあ、一方 VR で筋トレというのもありますね、まあ、ここ最近いろんな企業が取り組んでいるやつですねで今回はですね EMS と VR を組み合わせたと いうのが特徴になっておりまして、まあ、ゴーグルとアームバンドが bluetooth で接続されていますんで、仮想空間での体の動きに合わせて電気刺激が筋肉にきますんで、ま,あ、まるで本当に重いものを持ち上げたり、引っ張ったりしているかのような体験ができます。日本はゲー こちらのアームバンドは先週から予約注文を開始したということです,です、ね、先ほどの CEO が言っていたようにです、ね、日本というのは、まあ、ゲームそして EMS の技術そして産業が発達していますので、まあ、今後です、ね、日本企業とのコラボによってこの新時代の,この筋トレがです、ね、より進化するかもしれませんねでは最後のテーマに行きます利権の寝かしつけ必勝法というテーマです まあ理化学研究所といえば、世界のスーパーコンピューターに関するランキングでトップに輝いたスパコン、風学が有名、まあ、そして次世代のコンピューター、量子コンピューターの研究にも力を入れているなど、まあ、日本を代表する研究機関なわけなんですが、そんな理研のブースに、かなり異質なポスターがありましたこれ、赤ちゃんに特化した発明になります うやれば赤ちゃんがあのうまく泣きをやめて、であの深い眠りにつけるかというのを科学的に証明しましたという内容になります、ねで。これは今年の9月に発表された最新の研究内容で、まあ、ニュースで見たという人もいるんじゃないでしょうか、これはすべてのパパ、ママが経験するですね、赤ちゃんをいつベッドに置いたらいいのか問題に対する研究報告です。まあ、延々となくこう赤ちゃんを、ね、どうやって寝かしつけるかと、ま,あ、まずこう抱っこすると。 まあそしてまあ家の中をぐるぐる歩いてみたりすると、まあ、するとこうなんとか泣き止んでくれるということでこれベッドにようやく置いていいだろうと、まあ、ようやくこう自分もですね寝れるわとなるんですがそれでベッドに置くと延々と泣き出すと。それで振り出しに戻るというですね、これ、ああいつベッドに置いたらいいのか問題というのはですね、これ結構深刻な問題でしてまあこれで育児脳ローゼになったという方もいるくらいの問題なんですね。でまあこうした中、理科学研究所は、 生後7ヶ月以下の赤ちゃん21人とその母親の協力を得て寝かしつけに関するさまざまなデータを収集し、まあ、分析したところ寝かしつけのヒントにつながるような知見がいろいろと得られました、まあ、例えば個人的に一番へーと思ったのはですねおなかスイッチという知見です 眠っている赤ちゃんをです、ね、ベッドに置いた途端起きてしまう現象、これ、背中スイッチなんて呼んだりするんですけれども、実は背中ではなくお腹スイッチの方が正しいよということが分かったということなんですね。まあ、つまり、背中がベッドに着地する前の抱っこされている体が親から離れ始めるときに赤ちゃんが覚醒してしまうということが科学的に分かったということなんですね。でまあ、こうしたさまざまな知見を生かして、どんなことができるようになるかというと、まあ、例えば、あと2分歩けば眠りに入りますとか、 ベッドに寝かせる前に、あと5分座って待ちましょうなどと、寝かしつけをアドバイスするようなアプリを作れるかもしれないということなんですね、まあ、こうしたアプリによって、ですね育児の辛い部分をもう逆にですねゲーム感覚で楽しんでしまうと、まあ、そういうふうに変えられるんじゃないかというふうに理研の担当者は語っていました。まあ、ということで、すねおもちゃメーカーとかゲームメーカーとのコラボを期待しているというふうに担当者はおっしゃっていました。 でまあ、理研ってこんなこともやってるんだと思うような研究なんですけれども、まあ、かなり反響があったようで,でして、まあ、海外からも強い関心が示されているということですはい、ということですね、これまでシーテックについて詳しくお伝えしてきました、まあ、ちなみに皆さんあのシーテックなどです、ね、あの技術の展示会って行ったことありますでしょうか まあシーティックも終わっちゃったんですけれども、まあ、結構な頻度で、まあ、この幕張メッセとかビッグサイトといった大きな会場で頻繁に開催されていますまあ、そしてですね大体がタダで行きますまあ、事前登録すれば大体がタダで行きちゃいますんでまあ、暇つぶし感覚で足を運んでもですね、まあ、な何か新しい発見があって非常に面白いので,ですね行ったことないという人はぜひ1回足を運んでみてもいいんじゃないでしょうか以上理系通信でした最後まで見ていただきましてありがとうございます テレビ東京の経済ニュース、経済番組をもっと見たいという方はこちらの画像をクリックしまして動画配信サービス、テレ東ビズにアクセスしてください。どうぞよろししくお願いいたします。